おととい夜、博多駅近くの路上で男性が切りつけられた事件で、日田市に住む高校生の男女2人が殺人未遂の疑いで逮捕されました。警察によりますと、日田市に住む男子高校生と女子高校生は共謀し、おととい午後9時ごろ、福岡市博多区で千葉県船橋市の無職の男性を包丁で殺害しようとした疑いが持たれています。男性は顔や右腕を切りつけられましたが、命に別状はありません。高校生2人は交際関係で、共に容疑を認めています。男性は SNS を通じて女子高校生と知り合い交際していたということですが、何らかのトラブルがあったとみられていて、警察が動機などを調べています。